隣のクラスの佐藤さんと佐伯くんって付き合ってるらしい。マジか、佐伯が？なに、川田佐伯くんと仲いいの？なんでも、佐藤さんには安土さんっていう守護霊がついてたんだって。安土？守護霊？その守護霊どうなったの？いや、なんか成仏したらしいけど。おい、成仏したな。幽霊！僕の幽霊がいたってこと？なんなんですか、あなた。もしかしてあなたたち出よう。おっさん、名前は？スポンです。で、おっさんはなんでここにいんだよ。なんでって、いや、もうおっさんの番なんで、みんな話し終わったんだよ。連続してやな、だからな、俺たちは死んでるんだから死んでんだ、信じろ、これ。な、だから言っただろ、俺たちも死んでんだって。自分の娘が遠行してるんじゃないか、遠行してただろ。何の遠行？ちょっと一体それどういうことですか。これだから一体何なんですか。実は妻、ああ、分かった、してるのは間違いないと分かったんです。まだ何も言ってない。さっきみたいに否定してくださいよ。あいつが住んでる。確かにそうですね。生きてんだろ、マジ家じゃないだろ。なんだろうな、昔仲良かった頃を懐かしかったんじゃねえぞ。これ前はだって生きてんじゃねえ。